ただただ困惑してるの。静かです。で、酒井さんと福君はちょっと飽きたきたみたいな感じがあるというんですかね。はい。はい。はい。キョロキョロさせなくていい。いいです。はい。で、ちょっと。よーい。せーの。トラック4本番、はい、回してください。ありました。バン、よー、スタート。静かです。私そっくり。私そっくり。すっごくかわいい。私そっくり。すっごくかわいい。私がちょっとこっち行けばいいっていう問題でもないですね。ですね。あ、こっちでも福くんなんだ。カメラ目線になるときにちょっと体重をこっちにかける。そうですね。 OK です。少しあれ、舐めてもいいのかな。大丈夫、いいかもしれないです。はい、カット。よーい、スタート。これも 5G か。違う。カット。はい、カット。はい、すいません。ありがとうございました。29日、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。お願いします。お願いします。あ、ちょっと、あんた誰？はい、カット。ごめんなさい。な、何個にもなっちゃった。すっごく可愛い。私そっくり。私そっくり。すっごくかわいい。カット。飽きすぎた。はい。何度でも。はい、じゃあ本番。あんた誰？本番。静かです。私そっくり。私そっくり。すっごくかわいい。そうか、本当にいるのか、本当にかけるのか。えい。ごめんね。おめえ、もっとうまくやれよ。似合いますよ。誰も何も言わないでください。いや、何の心配もなく私は、いや、本当に何の違和感もなかったのですが、今こうやって目の前にすると本当にその素晴らしさに今息を呑む思いです。素敵じゃないですか。ちょっとでも何も言わないでください。素晴らしいですよ。大丈夫です。実際に17ぐらいの時から僕は会ってる。そうですね。お会いしてるので。そうですね。あまり印象、ね、上戸彩という女優さんに対して俺はあんまり年を、ね、そうか経ても変わらない素晴らしさを持っているので、もう何になっても大丈夫ですよ。あ、どんな気持ちだったかな、忘れちゃったな。でもこうやっぱ衣装合わせをして、かつら合わせをしていたいなと、自分では痛いなと思ってます。今酒井さんがなんかそうおっしゃってくださって、すごくやっぱこう酒井さんといると安心した気持ちになれるなって思いました。またしたいですか、巻き戻したい。自分にやっていろいろやりたいです。便利じゃないですか。あ、タイムフロー式って物でできますから、若作りしたいときはちょっとやって
あ、そっち服役の時はちょっとやった。あー、それ役作り半分必要ない。簡単ですよ。それメイクさんはいらないってことになってきません？あ、メイクさんはメイクさんでいるけど、そもそもの、例えばほら、70歳の服役の時の演技とかも、サバッとあるだけで。体の使い方もね、うんうん、なんか自然と、まあ自然とっていうかそうですよね。年取るわけですもんね。服役からできますよ、俺。本当ですね。全然できます。恥ずかしい気持ちになんかなんないです、ね、恥ずかしいですか？恥ずかしくないですよ。私が今欲しい。なるほど。Now、今欲しいです、はい。リアルに戻りたい。リアルにあの静香ちゃん、この制服を着てる頃の静香ちゃんになりたいです。でも現代静香ちゃん、恥ずかしいですよね。うん、なんかいつが過去で未来かちょっと分かんなくなっちゃったな。設定では中身は小宮山さんなんですよね。そうです。私、ね、未来の私を見てみたいって言ったら、ね、だから違和感があってちょうどいいんですよ。 その服を着てるその未来の静香ちゃんだから、私あれなんでこんな服着てるんだろうでも別におかしくはないんじゃないでしょうか、うん、もっと言ってください。いやいいじゃないですか。素敵だと思います。ですか。うん、でも今回の CM すごく面白いところは、なんか未来のチームと過去のチームで分かれてるのがすごく素敵だなと思ってて、やっぱなんかセリフ読んでると、なんか若い人たちにね、可能性はいっぱいあるんだよって言われてる、自分も上の人に言われてるような感じもするし、若い人たちにあのいろんなことになれるよって、制限はないんだよって言ってあげてるような気がしていて、それはすごく素敵だなと思ってるので、何によらず本当です ね、その時その時の限界がないよってことですよね、うんうん、そうですね、うん、胃袋胃袋なんか限界までこう、限界がないからいつまでも食べれるってことですよね、うん、だからラーメンとかいろんな味を全部食べたい、うん、お腹いっぱいになって食べ終える時にちょっと悔しいんですか？じゃあ、いや、あ、全部食べきっちゃうんですよ。もっと食べたいなっていうぐらい。あ、このラーメンの汁にどうしよう、お米入れようかなとか思いながら悩んで汁を捨てるみたいな日々を送っているので、なんかもうね、見た目とかいろんなことを気にしないで、胃袋も無制限で食べたいものを食べ続ける。なんかその格好してるからか、なんかもう普通に思春期の女の子と話してるような感じがします。ラーメンの汁について、私はもうラーメンの汁はもうなんかめでるものですね。眺めてますよ。もう二度使いはしない。しないね。いつからしなくなったんだろう。ね、昔はね、汁全部なくなるまでしてました。お米とかにラーメンの汁にご飯確かに入れてたわ。今もします。若いね。たまにします。若いですよ。いらないんじゃない、タイム風呂敷。あ、なんか白鳩家にいてもいいんだと思いましたけど、なんかそうか、そういう風に二役にするんだってのはちょっとびっくりしましたけど、でもね、本当に静香ちゃんでした。こんな感じになるんだなっていう、なんかそういう静香ちゃんで、それはびっくりしました。うん、大人になったら静香ちゃん、うん、こうなんだろうなっていう、だから、うん、CG みたいです。なんか静香ちゃん実際に間近で見ても、あ、なんか CG みたいだなって、なんか漫画の世界から出てきたなっていう感じで、すごく、うん、イメージ通りでしたね。それで言うと僕、スネ夫の方が好きかもしれないですね。やっぱりスネ夫って、あのお金とコネクション持ってるじゃないですか。それ最強じゃないですか。だからドラえもんの中のキャラクター、あれじゃあ誰になりたいかって言われたら、多分スネ夫になるのが一番得っていうか、あの世界の中で多分一番の実は強者な気もするんですね。なんかジャイアンを一応リーダーっぽく仕立てておいて、裏から全部仕切ってる感じがしてて、その意味では僕スネ夫がすごい好きなんですけど、だから、うん、逆に静香ちゃんに憧れは何だろう。静香ちゃんってね、すごく、うん、あのもちろん綺麗で勉強もできててキャラクターですけど、でも例えばバイオリンがねすごい下手だったりだとか、あとは言っても女友達いるのかなとか、いろいろなんか思ったことがあるじゃないですか。だからちょっと静香ちゃんにそんな憧れは別にあんまりなかったですね。
まあでもひたすら自分にかけて絶妙にアンチエイジングとかし続けるんじゃないですかね。やっぱり、うんね、年を取るって逆らえない。この世界では絶対にみんなが年を取っちゃうけど、でも微妙に1歳年取ったら毎年1歳ずつタイムフロー式かぶってったら、見た目は少なくともね、その年を取らないわけで、なんかそういうなんかちょっとずつみんなから気づかれないようにタイムフロー式、うん、使いたいなってのはありますね。なんだろう、あとは赤ちゃんとかにかけたら一瞬だけ大人の姿を見て、あ、こういう感じかって言ってまた戻したりとかね、そういうのはちょっとやってみたいですけど。まあ、僕やっぱりチョコレートすごい食べるんですけど、言っても、まあ、食べても大体1日、うん、300g なんですよ。まあ多いんですけど、これをなんか、うん、3キロとか食べたらどうなるんだろうとか、なんかチョコはもっと食べ尽くしてみたらどうなるんだろうとか、うん、思いますね。